皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのスペシャリストに聞く。今回はシンガポールの銀行などでディーラーを務められ、今はシーホーク代表の成田博之さんをスタジオにお迎えしております。成田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。します。成田さんと言いますと、本当にこのマーケットの仕組みとか受給とか、あとはテクニカル的なこととか、何でも知ってるっていうイメージなんですよ、ね、いやいやいや、専門家されてないっていう。<laughs> <laughs> いやいや、今日のテーマは、 COT レポートかなり認識されてる人を知ってる人も多いとは思うんですけども、まあ、ちょっとその使い方ですとか。 なかなか日本では浸透してないなっていうイメージがありまして、はい、今ぜひこれを使って、まあ、商品なり他の、はい、市場の分析に役立ててほしいいなと思います、はい、これねあの昔から商品の取引やってるって方は知ってるって方多いと思うんですけど、うんはい、なんか内容がまたちょっと細分化されてそうですね2009年ぐらいですかね今までは単純にその商業グループ、はい、うーんといわれるところとそうじゃないのとあと一般のっていう,こう3つ字で分かれてたんですけど、うん、まあ それをちょっと細分化されたりとか、はい、だん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 その広がっていってるんですよね。はい。ですからその辺はちょっとなかなか日本でもあまり目にしないんですよね。まだそこまであの細かく理解してないって方も多いと思いますので、はい、え今日はゴールドやプラチナの COT レポートを使った読み方というのを詳しくお伺いしたいと思うんですが、今日この番組をご覧の皆様には特典があります。 成田さんの特別レポート、書き下ろしでいただけるということですね。はい。まあ、あまり文章は得意じゃないんですけど、<laughs> できるだけ頑張って、この COT レポートの使い方ですよね。はい、まあ、あの、金と白金を使って、まあ、フ、はい、ラチナですね。はい。を説明しておきますので、はい、ぜひあの、読んでいただきたいと思います。今日、動画最後までご覧いただければ、この COT レポートを どのように使いこなせばトレードの役に立つのかということもお分かりいただけるかと思うんですが、それを忘れないように特別レポートにまとめていただきますので、はい、こちらはご応募の方全員様にプレゼントですが、番組の最後にキーワードの方を発表しますので、動画は最後まで見ていただければと思います。この番組は豊かで豊かに、豊かトラスティー証券の提供でお届けします。 では、早速、COT レポート、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、教えていただけますか、はいまあ、?COT っていう、その、レポートを発行しているのがですね、まず CFTC という機関でして、コモディティ・フィーチャーズ・トレーディング・コミッションまあちょっと長いですよね。なぜ、はい、せ横文字ですから。はい、まあ日本語訳すると、えー、アメリカ先物取引委員会。はい というところが、まあ、政府機関なんですけども、うん、まあこれが1974年に設立されまして、はい、まあ先物取引引いても200年近く、うん、もう100年を超えてますよね。はい、やってるんですけども、まあ、こういう機関ができたのが1974年。そこから徐々にですね、うん、まあ法整備がされてやってるんですけども、はい、まあ実はここの機関が毎週この COT レポートを発行してます。はいはいで c o ーとーは何っていうとこれコミットメントトレーダーズって言って、まあ、簡単に言うと先物トレーダーさんですよね取引されてる方はいその人たちのレポートで、はい、まあ日本語訳すると縦、えー、玉縦玉明細書はいということですはいまあ先物のトレーダーということはこれレバレッジをかけて結構 そうでするというかはその CFTC がまとめたこの COT レポートは、まあ、グループ化されてるんですけども、はい、まあそれが最近はこの4つになりましてそれが2009年ぐらいからですかね。はい、で、1番目のこのレガシー。 はい、っていうのが従来型なんですよ、うん、でほとんどの方はこの従来型のレガシータイプのレポートにて登場するグループの動きを追ってるんですけども僕もそれでも十分だと思うんですけども、はい、ただあの新たにこの2番目のサプリメンタルっていう補足がついて、はい、上位の大口の方たちの動き大口の中でも上位 4, 4社とか5社とかに絞ったり。 ものが分かかったりと3番目はこの細分化っていうこのディスアグリゲートっていうまた横文字になっちゃうんで日本語で言うともう細分化されてるっていうのがえ商品関係のえ市場を対象にした新たなレポートで4番目のが トレーダーズインファイナンシャルフューチャーズって言って金融先物取引業者さんでここがえ為替というか通貨先物を扱ってるんでえ日本国内の証券会社さんでもであの為替を取引しているところのえ証券会社さんがここのレポートの ンド筋の動きを結構見せてる毎週毎週 IMM の通貨先のレポートってこれががほとんどなんですよね。まあでも今回あの細分化された方の3番目の金とですねプラナチナを見ていきたいんですけどもそもそもこのレガシーと言われる従来型っていうレポートを見ていただくとここはあの3区分されてまして えー、コマーシャルって言われるコマーシャルズネですかね。はい。って言われる商業グループ。うん。で、この中身はほとんどがこう、ヘッジを目的としているプレイヤーさんですね。ヘッジというと、それを作ってる人たちが高く売りたいからっていうことですねはい。そういう方たちの集まりなんで、はい、どちらかというと、先物市場で利益を追求するというよりも、はい。現物に関わってるから、そのヘッジが必要ですよってグループですよね。うんうん 生産したものをより安定したコストで売りたいがために先物市場を利用している人たちですね。で2番目がノンコマーシャルで、まあ、そうコマーシャルじゃない方たち、はい、ここが俗に言えるファンド筋。はい、売ったり買ったりしてそうですね利益追求する人たち。そですね、はい、はい、もう 先物の世界で儲けるっていう。<laughs> 一番こうアグレッシブなところですね。これがノンコマ。で、ノンレポータブルって言われるのが一般投資家さんっていう。あ<ー>まあ、要はそれ以外の方たちですよね。はい、コマーシャルとファンド数字じゃない人たちっていうと、うまあ、ほとんどが個人のトレーダーさんが多いんで、はいはい、まあ、この大体この3つなんですよ。 元々はこういういつだったんで,す、ねはい、でそのコマーシャルの方たちのその行いがいろいろ複雑化してきたのでそこをちょっとこう詳しく詳しくわあの詳しく分けてるということで、えー、今回の金と、はいえー、プラチナですよね、はい、はそのディスアグリゲート。 っていうレポートの細分化レポートの対象なんですけども一、はい、番目は先ほどのコマーシャルと変わらず生産者たちとか加工ユーザーなんですけどこのスワップディーラーっていう方たちが新たに加わって、うんはい、これは現物と、えー、それを担保にしてお金を貸し付けたり借りたりするグループいますよね。はいはい あと、金を担保に、じゃあ、白金を買ったりとか、いうような、こう、ものを交換するディーラースワップって交換って言うんですね。はい。を新たに、こう、分けたんですよね。そういうことをやる人たちのボリュームがどのぐらいいるのかというのも出てくるんですよね。そうなんですよ。他の商品との関係がありますんで、でそこがちょっと詳しく分かれて、はい で、3番目のマネージドマネーって言われるのがファンド数字、モロですよね。はい、CTA の連中って言われる、そのファンドのす、ね。はい、すごくガチャガチャ動く人たちですね。そうですね。はい、で、あと4番目がその他っていうことで、そこが一般投資家なので、そのコマーシャルの中身をよりちょっと分かりやすくしてる。うんところがまあ、そもそもコマーシャルは相場で儲けるっていうタイプの人たちじゃないので。ヘッジが目的。はい。うん、ですから日本のその FX 系の商品、えー、証券会社 さんを出すレポートを見ると、うん、ほとんどがこのマネージのマネージしか見ないんですよね。はい、でも、今後どうなるかっていうところの観点では、実はそのユーザーさんです。とか、はい、まあスワップディーラーとか。はい いうグループの動きに注目していかなきゃないと思います。現物に関わる人たちっていうのも重要なんですね。そうですね。うん、そこが実は今後どうなるかがキーポイントなんですよね。うんはい、まあトレーダーとしてはですよ。はい、今どうなってるかも大事ですけど。ガチンコでね。今はもうどうなるかですけど。<laughs> 今後どうなるか分かれば一歩先に行けるんで、うんうん。もう少しトレンドを読むために必要な情報になるんですね。すね時給関係のバランスを読んで、うん、今後トレンドが 発生するのかどうかっていうところは、やっぱりこの生産者グループの、はい、まあ昔から言われるコマーシャルの動きを見とかないと分かんない。はいえー、なかなかここ見てる人いない。そうなんですよね。いいねそこがちょっともったいない,なっていう。バンドのね。そのファンポジションは結構皆さん見ますけど、はいはい。はい、で、ちなみに、このディスアルゲートされた細分化されたレポートが cftc から出てくる形なんですけども。はいえー こんな感じでですね。あ、もうなんかここを見ただけで、いやわかんないって思っちゃう。う数字と昔の、こうなんかジェットプリンターの時のですね、ねデザイン。い <laughs> デザインですよね。いまだにこれですからね。これ8、8月31日付のデータですから、ね。<laughs> ああ、今年のですかね。<laughs> <laughs> 信じられないですよね。この 形式で出てくるわけです,、ね、ですよ。で <laughs>、うん、まあでも今は、あの、彼らこう無料公開してるんで、これをえ情、え、うん、はい、情報を売ってる会社さんも含めて、個人の方たちも、自動的にここからデータだけ拾って、やれるんで、ある意味、あの、CME の方たちに聞いてみると、もう CFTG はこの形変えないと。変えちゃうと、情報の取り方変わっちゃう。そうなんですよ。だ,だからもうこの古昔やつでいくんだと、うん。もう変えられないんですね。<ー>はい。ただ、これで何かわかるか わけじちょっとね最初にこれ見ただけではもうんか手嫌いしちゃうしかもいつもデザインっていう感じですよねこれねちょっと難しい懐かしいこうね点線が入っててパソコンが世の中に出た時のイメージでで懐かしいんですけどもこれちょっとわからないので COT レポートって実は意外と英語なんですけども無料でですね公開されてるんですよ視覚化してこのグラフ化したものを。 結構目にします。ただ読み方がわからない。そうなんですよね。うん、形的にはこれ金なんですけども、はい、この無料サイトは、えっと、cotbase.com っていうところを見ていただくと、はい、まあ、レポートにもあの何社か書きますけども、はい、こういう形で、え上が、えこれが、週足のチャートになります、ね。チャートですね、ゴールド。はい。で、ここの中段のところのグループが、この、 えこちらの上の方がファンド筋。大口のトレーダーさんの動ファンド。はい。で、次はコマーシャル、商業部門ですね。生産者とかですね。はい。で、下に小口の方たちと。うん。まあ、クラシックな三分割したチャートです。はい。はい、まあ、こういうのは、あの、別にこの COT ベースさん以外にも、 たくさんあるので、うん、あのレポートの中で何社かあのリストしておきますので、そこに行っていただければいいと思うんですけれども、はい、まあ男性この横文字なのがちょっときついんですよね。<laughs> ねはい、これがどうしてもやっぱりなかなか本当に使おうという気にはならないとな。でも今日ちょっとわかりやすく解説しいただくのを <laughs> 覚えていただきたいんですが、<laughs> はい。はい、まあここからそのどうその COT を読んでいくかということで見ていくんですけども。うん 3グループあるんでこれをちょっとですねコマーーシャャルのとこだけをピッックアプしたチトです生産者のヘッジが部門のとこですねはい上がシュワシの金の先物チャートですで下がコマーシャルの部分だけ抜粋してるんですけどもこの点線のところがゼロラインとなってましてこの下にあるっていうことは コマーシャルって言われるそのヘッジを目的としてる人はですね、はい、このこれでデータだと2011年約10年間ずっと売りヘッジなんですよ、はい。あ売ってヘッジしている、はい、まあ取れたものを先物で売って、はい、もう価格を決定しちゃうということですねそういうのがこの金の特徴ですね。動き的にはもう本当に売りヘッジがメイン。 ところこがのよく見てもらうと売りばっかりやってる人たちのポジションが変わるんですねそうなんですよ徐々にこのまあろを見てもらうと上がってきてるってことは売り持ちしてててるるヘッジが減ってきてるんですねヘッジがでも極力このゼロに近くなるっていうことはヘッジしてない状態でこれをちょっとこの点線を点線というか棒グラフで上にいくとチャートがあるんですけど値動きですね。ここから ビュッと上がるんですよね。本当だ。週足だからこれ何週間ぐらい上がったまあ結構ありますね。これ2ヶ月、3ヶ月近く。そうですね。はい。で、ここのポイントも、極力ゼロに近い時に行くと、こうグッと上がるんですねほだ。で、ここもそうですけども、上がってて、ここも上がってて、ここなんか結構長く1年近く、7、8、7ヶ月ぐらい行ったんですかね。上げてて。はい。で、 パンデミック前の2018年後半に、またやっぱりゼロになってるんですよ、ポジションが。本当だ、はいで。こっからが、今後のラウンドの大きい上げが始まってて、えー。コマーシャルズがゼロから売りヘッジをどんどん増やしてるのに上がるんですね。値な動きは。なので、はい、彼らの動きが、ヘッジをやめれば、おのずとそこが、 もうコスト割れするぐらいの値段にまで下がっちゃってるんですよあなるほどなので、はい、その先何が起きるかっていうとマーケットでの上昇ですよね生産コストというのがあるわけですねそうなんですよそれが時勢によって変わるので、えー、必ずしも固定化されてないんですよねはい、はい、ただこの10年間を見るとだいたい彼らがゼロのところに来ているところの値段を追っていくと、はい 大体千四百千1450ドルぐらいですかね。はい、これを今度下回ってくるとですね。はい、もう生産コスト割れなんですよね。そうなんですか。だからすね、うもう、おのずと上がらざるを得ない。はい、おもう売られすぎてますよってことが分かるわけですね。かるんですよね。で、こうちょっと気をつけなきゃならないのは、成田が今日説明した1450だとか1400ドルと言ってるけども、これ時勢によって変わるんで。はいはい。やっぱり彼らのポジションが、 極力ない状態からは動き出すと、はい、でタイミングでもあって価格でもあるんで,、はい、でこれが、えー、金にとって非常にいい、はい、買い場を探すのに、はい、とても参考になるということですね価格とタイミングがこのグループで分かるとじゃ売りはどうなるのって言った時はです、ねはい、コマーシャルじゃないファン同士の方たちはひろこさんがおっしゃるように酒物市場で流儀を確定しなきゃいけないですから。 はい、買ったら売らんきゃんないし、はい、売ったら買い戻さなきゃんない。はい、で、ナチュラルに今のところずっと買い持ちなんです彼らね。ああ、ファンドっていうのは買うんですね。はい、コマーシャルは売りヘッジするけど、ファンドは買,うんです、ね、買ってるんですよね。はい、で、チャートも確かに上昇してるし、うんうん、じゃあ買う買いは COT のコマーシャル見てればわかりますねと、うん、売りはどうするのって言った時に、はい、ここの中段の ここの丸印をしてるところが、はい、実はこの取り組みだか取り組みだかオープンインタレストっていわゆるまあ広くさんの商品の世界も長いですからわ、はい、かると思うんですけども、はい、この未決済のポジションですよね、はい、これがどこまで出来上がってるのかと、はい、つまり未決済が多いということは、はい、ポジションがずっとこう出来上がってきてるんですよねそうですねもう取り組みが増えてる、はい、ポジションが増えてるはいこれ取り組みが増えてポジションが増えてて下の ファンドの動きを見ると、徐々に上がってきてるんで、買いが出来上がってきてる。はい、FX の,あのディーラーなんかもよく言うのは、ロングはできたねっていう相場ですよね。つまり次何が起きるかというと、売りが起きるんですよあー。ファンドは決済しなきゃいけないそうなんです。利益確定しなきゃいけないので、買ったものを売らざるを得ない。はい、その売りのポイントが、取り組み高が上がって、ロールダウンするイメージですね。はい、でこれも、大口のファンドの動きも、 上がって下げるイメージあー同じですここも決済とともに取り組み高も落ちるということですねそ,ですそれが起こると<ー>結構また下げてきますね、はい、あ本当ですね取り組みとファンド数字のポジションを見ていると、はいまあ、買ったものをどこで売ればいいかっていうのもまあ、なんとなく見えてきますねそうなんですうん、うん、この金に関してはこの10年近くその。 コマーシャルとヘッジを,をするコマーシャルとそれ以外の形の動きが明確に分かれてるんで、うん、利,利益を確定する売りのポイントはどうしてもこのファンドの動き買いはこのコマーシャルの動きを見てれば、ね、まあだんだん分かるんですけども、はい、ただ一つ難点がありまして、はい、それはこう見ていただくとこれがまあ2021年の、はい、今年ですけどももう過去3年間ですね。 ずっと売りっぱなしで、はい、コマーシャルが。このブルーの方は、 ずっと買いっぱしで。これじゃ、ちょっと分かりづらいわけですよね。見にくいっていうか、もういつなのかがよく分かんない、ね。分かんないんですよ。はい、細かく2つのグループに分けて、うんうん、取り組みだとかとこうやって見ると分かるんですけど、うん、ちょっと見づらいですよね。そうですね。これでは。うん、で、そこで、あの、ビジネスパートナーでもあるラリー・ウィアムスから教えてもらったのがあ。あの、すご腕ディーラーのラリーですね。そうですね。ラリーはこれも c o t レポート、本当に 初期の段階から使ってて、それが1962年とか言ってましたから、いちなみに私生まれた年ですから、それはかなり前ですね。<laughs> すごいですね、はいえ。これをどういうふうに使ってるんですかこれをですね、もうちょっと細かく動きの変化を捉えるのに、えー、コマーシャルと、えー、ファンド筋の動きを、えー、別々にして、しかも、 えー、期間を決めて、はいえー、ここでは6ヶ月ってしてるんですけど6ヶ月間の、えー、式で言うと、はい、ストキャスティックスとかの式のように、はい、過去6ヶ月の高値安値と今のところの位置、はい、関係を指数化したものが COT インデックスっていう。え、これインジケーターにしちゃったんですね。え、COT をテクニカルインジケータにしちゃったそうなんですよ。すごい。あんまり動かないんで。ああ。で、そうするとこんなに動くんですね。そうなんですよ。もうちょっとわかりやすくなるんですね。どうわかりやすいかというと、はい。まあ、もともと赤のグループはヘッジするんで、はい。ブルーのファンド筋が、ここで買い始めると、そば上がっていくわけですよ。ううん。ここから上がると、買って上がっていくと。うん。 ところがですね、ずっとこれ僕も COT のインデックスの紹介を受けて、はい、もうかなり長い間見てるんですけども、ね、唯一パンデミック以降、はい、コロナ禍になってから、この赤のコマーシャルのインデックスの方が先行して動くんですよね。はい、彼らの方がパンデミックになった時に買いにの方が多くなって、で、下げてくるとちょうどここからダラッと下げてきて、本当だここは 買い始めるとフッと戻って、えー、で最近は売ってるので、うん、このパンデミック以降のコマーシャルズを分析すると COT インデックスを見るとどうも金はですね<は>ちょっと頭が重い足元ダメっぽいってことだね <laughs> 分かるんですねまあ結局はもともとこのパンデミックでこうやって動きをしてざるを得なくなったのは まあ、インフレですよね。で、先行して、やっぱり買い人数あると。現物彼ら持ってますから、はい、もうちょっと先物の,の売りヘッジ減らそうとか、うんうん、微妙にタイミングを非常に見るようになった。ところが、ここに来て彼らは、うーんって下げてきてるっていうことは、はい、まあ、ちょっと、うん どちらかとというう今テーパリングが話題のように金利とかを気にし始めているってことですか、はい、長期金利の上昇、うん、そしてドルのまあ上昇ですよね、うん、そうするとどうしても金価格の先物は頭重くなっちゃうんで、うん、この先はとちょっと、えー、金利上昇に伴うドル高を懸念してコマーシャルがちょっとこうヘッジをはいね、はい こういうふうに下げてきてるインデックスがですね、はい、下げてきてることを見ると、はい、ちょっとこの1800とか1875ドルっていうのはちょっと厳しいんじゃないですかね超えていくのが。うん、どうですか でではなさそうまあボトムに来てる生産コストが割れそうだっていうのが1,450ドルとか、はい、その辺あたりですからそれだとかなり1,800から1,400っていうとドル近あのあの400ドルぐらい近くは動くんで、はい、かなり幅あるじゃんっていう話なんですけど、はい、どこまで下がるかわからないですけどとりあえずこの1,800ドルあたりっていうのは。 ちょっとまだ高いねい。当面上値が重く、ちょっとこう下げ基調を覚悟しながら、また上がり出すところをこのコマーシャル図を見ながら探すという局面ですね。でね、でね、でこのインデックス化されたものが50を超えてきて、このファンドのグループとの交差が起こると、おそらく。 動き始めて、はい、価格的に見ると一つの節目になっているのがどうしても昨年のパンデミックがこう発表された大体1,500から1,600ドルぐらい、うんうん、ここぐらいに来ればまあ間違いなくな若干のレンジですよね。はい、な中でまあ他の要素で頭が重い。うんうんうん はい、これがゴールドの内部要因分析ですが、はい、ちょっとプラチナどうですかプラチナもですねやっぱりメタルなんで僕実は結構同じだろうと思ってたんですよね。うん、ま,ずまずはあの、はい、この細分化されたレポートをこれ無料で提供してるこれはバーチャット .com というウェブサイトなんですけども、うん、こう見るとこのう まあ中段のがこれ普通の従来のレガシーレポートの3グループなんですよね。はいはい、で下がまあ4分あグループにしているという細分化されているレポートで、このブルーのとこがあのファンドの動きなんですけどあ、ヘッジファンドなんかですかね、はいはい。非常にこのブルーと連動して分かりやすいんですよ、実は。あヘッジファンドの動きと値動きが連動してるより分かりやすくなってます、ですね。はいで。ちょっとこっちに目がみんな行ってないところが残念かなと思いますね。 これはあまり見てないですね,そうですね、まあ、どうしてもこの真ん中のレガシーのジュライの形が好きなんでまあとりあえずはジュライの形のその3グループで単純化しているやつから分析していくんですけども本来はこの細分化しているのを見た方が本当はいいっていう話ですね。でまあ、あのプラチナも あのー、この10年近くはファンドの方が会議基調になっててこのゼロラインよりも超えてますんでん、まあ、比較的ロングが多い,が多い、ね。買い越しですね多い、はい、で特に昨年のパンデミック発表された時にかけの時でさえ <で>下回ってないんですよね。売り越しにはならなかったんです,、ね、なないんですよ。はい、やっぱりこれはナチュラルに発金の需要がやっぱりこの先ありますよっていうことと、うんはい、まあ AI に代表されるそのまあすべて今 IT っていうか IT というかその IoT、e、ですよね。まあ IoT ですね。はいあはい、まあすべてそのまあ電子化されて,て電子化されてる中でのまあベースなりパソコンだったりとか。はいはい えー、スマホですよね。うんうん、あと自動車なんかもそうですけども、自動車と言いながらまあだんだん今電気化されてきてますので、うんうん、発金のニーズがもうやっぱりものすごい高くなってきて,てそうですかはい。でそういうのを見越してて、はい。なかなか売れ基調にならないと思ってるみたいですね。うそうですねはい。ゼロラインを割らない買い越しのまま推移しているなかなかはい。はい、でこれを 彼らの動きだけを注目しても、確かに彼らが打ってくると。結構相関してますね。そうなんですよ。金よりも、よりプラチナの方が分かりやすいです。ハンドの動き、見とくといいですね。上げてくると上がってるし、下げてきて、今回このパンデミックの昨年の2月3月の相場を見ても、割らないですから。ってことはやっぱりもいのかなって言ってるうちにグッと上がっちゃって、パンデミック前のレベルを今年の頭で取っちゃってるんですよね。 やっぱり強いと。うん、で、こう下げてくる過程でファンドも売ってきてますし。はい、でもやっぱりゼロは割ってないんですよね。今んとこ。はい。はい。で、あ、なかなかどうしても頑張ってるなと思うんですけど、<え>じゃコマーシャルでこれを見ていくと。生産者。はい。はい。全く逆の動きをこう見てるので、うん、コマーシャルが買ってくるときっていうのは、先ほど金でも言いましたけど、上げ相場が始まるポイントなんですよね。うんうん、はい。それだけに注目すると、 おおこのポイントが。ちょうどこう頑張ってゼロラインに来た時の上を見てもらうと、はい、上がり始めなんですよね。はい、ここもそうですし、はい、今回は、まあ、極力近い状態ですよね。はい、ここですし、で、なんと今、プラチナはですね、はい、ゼロラインのとこにもう極力近づいて。来てますね。<laughs> これは、 るんんじじゃなないいかと金はは上値が重けどプラチナそそううでですすねねって感だんだんとヘッジのポジションをコマーシャルが外してますので過去にこういった動きを見ても彼らが極力ポジションを外して売りポジションを外して来ると上がってくるので今まさにそのレベルまで外しててでマーケット下がってきてましたから来るなと。 まあレポートでも書きますけれども、はい、まあ結構いいところまで下げてるんじゃないですかね。プロチナの,の取り組みとかは。あんまり見ないんですか。はい、まああの同じくですね、うんうん、取り組みと。このファンドの。動きがやっぱりこれ金と同じで。はいうん、ロールダウンしてくるところのポイントが。 えー、売り場ですかね。ねそうですね。こっちだけの方が分かりやすいですけども、はい、あのこういうロールポイントですね。うんうん、まあ印を付けたのを見ていただくと、はい、こういう感じですね。はい。じゃあ買った後どこで手締まうか。今度はこっちですね。うん、そうですね。はいここはこ。ここなんかはこのロールここなんかは昨年の終わりは、はい、確かにあのー、取り組みたかのオープンインターネストが一回ロールダウンしてるんですけど、こちらの ファンンドポジションがそのままなんですよ <laughs> 積み上がってきなのでここじゃなくて次のポイントになっちゃうんですよね。で取り組み高がロールダウンして彼らのポジションもロールダウンしてきてるって見るとあ確かにいいポイントで売却してて詐欺に転じてるなと思います。でこれが今このラウンドでずっとその2021年の大体2月ぐらいですかね。うんうんで 下げてきてるんで、うんうん、今度、この、取り組みたが今上がってきてます。はいはい、ところが、この大口のトレーダーはのポジションは上がってないっていうことは、まだ動いてない。ここを上げてるのは、コマーシャルなんですよ。はい、あ、生産者が買ってる。はい、っていうことは、それなりに理由がないと買えないですから、そうですね。はい、もともと持ってるわけですから、はい、持ってるのがいらないでしょって話なのに、先物の,のヘッジを外して、はい、ヘッジを外すってことで買いになってるわけですね。はい、この先。 プラチナはちょっと上に行きそうな。なるほど。生産者の買い戻しで上がってる。で、ファンドはまだ気づいてない。そうです。動いてない。やっぱりファンドって、あの、基本的には、あの、トレンド発送した後に追っかける、うん、そのトレンドフォロー型アプローチが圧倒的に多いんで。うん、高値超えたら買う、買う、買う、買うみたいな。はい。はい、なので、そうじゃないグループがすでにヘッジを外しながら、うん、徐々に徐々に買いの方に進んでるっていうことは、うん、はっきりのプラチナはですね。は そそそろそろ来そうかなとお今、買い場そして売り場というのはまた取り組みとファンドが今度ね、また下がってきたところを目指して、今度は売るということで、はい、参考にされていただければそうですね、ちょっと長くなりますけども、レポートでも書きたいと思うんですが、えー、プラチナは実はですね、はい、南アフリカランドとめちゃくちゃ相関してまして、はい、生産国です。よねは 比率的に7割近いとかって一説によると言われてて、まあ要はメジャーな生産国。はい、南アフリカランドっていうか、南アフリカっていうと金とかダイヤモンドってイメージなんですけど、うん、実はプラチナとの通貨の連動性が高くて、はい、プラチナが上がりってことは、ランドも<ー>というのを今度レポートに書きますので。通貨ランドも注目ということですね。はい。はい ということで、ここからレポートのご案内に移っていきたいと思います。はい、え今日は成田さんにこれから書き下ろしていただきます。え今日ご覧いただいた、えー、いろんな資料のこの URL なんかも教えていただけるんですね。すねはい、このパッと見れるっていうのは非常にね、えー、COT レポートの本サイト行っても、まあ、古めかしい <laughs> 情報しか取れないので,ですよ、ねはいえ、それがもうわかりやすく出ているサイトをご紹介いただけるというのと、 まあ今日の話の整理そして通貨ランドの話までいただいうそうですね。ちょっとそこまた触れてみたいなと思いますはい。こちら、えー、お申し込みの方全員様に無料でプレゼントいたします、えー、ご応募の期間は9月14日から21日までの1週間ということになりますキーワードが必要になりますので、はい、キーワードを発表したいと思いますキーワードはこちらですひろゆき二チャンネルではないですけど <laughs> 成田たひろゆき。そうなんですよ。有名なひろゆきさんもいますけど。はい。あ私ひろゆきさんと付き合ったことありません昔。<laughs> 余計な、覚えやすいですよね、ひろゆきね。はい。ということで、ひろゆきをキーワード欄に入れていただきまして、ご応募ください。えこちらの QR コードを読んでいただくか、えー、概要欄のリンクから、 どしどしご応募いただければと思います。大変貴重なレポートとなります。えご応募一週間ですので、お忘れなくご応募いただければと思います。 えこの番組は豊かで豊かに豊かドラスティ証券の提供でお届けしました。皆さん専門家に聞くいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録とこの動画へのいいねよろしくお願いいたします。<laughs> いますということで今日は大変貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ来てください,、はい。ありがとうございます。では皆さんご覧いただきありがとうございました。